最後はとことん暴れるわよ。キャー、凶悪やんな。ゲーマーの血がたぎるわ。で、出たぞ。こいつが最後の敵ね。腕が鳴るわ。思えばここまでいろんなクリミナルさんと戦ってきたけど、結構、いや、かなり楽しかったよな。特にでっかいクリミナルと戦って勝つのがね。やっぱりユコたち、バリーカなのは治ってないのかも。ううん、アリスたちはこれでいいの。うん、これが一番タコたちらしいもんな。よし、みんな行くぞ。思ったよりしょぼいな。死脈を踏み、魔法に構え。8枚、16枚、人形爆発する。
ますね。無敵のナイトシールド、私がみんなを守る。誰も傷つけさせぬ。次で終わりだ。元気 100% 行くぞ。今度こそエンディングよね。もうクリミナルの気配はないから、きっとそのはずよ。さすがに骨が折れたけど、やっぱりすっきりするわ。現世に帰っちまったら、こんな大暴れできないもんな。たまには地獄に遊びに来て、バトルできたらいいんだけどな。初めて地獄に来た時は、そんなこと全然思わなかったけど、地獄も結構楽しかったね。思い出たくさんできたの。あ、そうだ、写真みんなで一枚も撮ってなくない？あー、携帯壊さなきゃ写メできたのに。そういえばうっかりしとったね。じゃあ帰ったらみんな集合して記念写真撮ろうぜ。うん、それいいな。教官、撮影は任せたわよ。あの、私も混ざって。いいに決まってるでしょ。みんなで一緒に帰って、みんなで一緒に撮るの。よし、それじゃあ行くわよ。よっしゃ、楽しみなの。私、そういうの初めて。先生、ちゃんと撮ってね。うち、新しい服が欲しいな。私、お風呂入りたい。私は、とりあえずうちに。旅の途中、誰も泣いたりは
頃なら